中国人です。国を出て分かったんですけど、教育されてきたのと違って政府の悪い情報がいっぱい入ってきています。ひろゆきさんの知る限りでいいので教えてください。どこの国もそうだと思いますけどね。 日本も、その、なんか、日本人としてはあんまり認めたくないみたいな話とかって、従軍慰安婦みたいな話って韓国がその、でっち上げた本当はなかったよね、みたいな話で、日本人はそんなことしないんだみたいな話を結構する人いるんですよ。でも、あの、日本人って、インドネシアでオランダ人の女の子を無理やり従軍慰安婦にして、 したっていうのって裁判で証明されて負けてるんですよねなのであの実は日本人も十分予約みたいなことを強制的にやってるんですよ事実として